平井和正は、日本のスポーツ科学研究者、名古屋産業大学教授。1970年代には、重量を上げ選手として活躍し、1976年、モントリオールオリンピックでは、男子フェザー級銅メダリストとなった。モスクワオリンピック代表にも選出されていたが、日本のボイコットにより不参加となった。岡山県出身。 岡山市の関西高等学校の2年生の時に、重量を上げを始め、中京大学に進んだ。1972年、中京大学体育学部体育学科を卒業したが、重量を上げ選手を続けることを断念し、岡山県に戻って、日本料理店で行った前として働いた。しかし、三重県で重量上げの指導者をしていた平岡一能に指導され、三重県へ移って、 高校の教員となり、競技に復帰した。三重県立亀山高等学校教諭であった1974年に、テヘランで開催された第7回アジア競技大会では、フェザー級で、スナッチ、ジャーク、トータルすべてで、金メダルを獲得した。1976年のモントリオールオリンピックでは、男子フェザー級で、手の皮がめくれるアクシデントに見舞われながら、銅メダリストとなった。 帰国後には、佐賀県で行われた第31回国体出場。同年10月26日には、成人フェザー級スナッチで、自己の国内公認記録を 1.5kg 上回る 127.5kg の記録を出した。1978年に、バンコクで開催された第8回アジア競技大会でも、平井は、フェザー級で金メダルを取り、アジア大会に連覇を果たした。 現役時代の平井は、全日本ウェイトリフティング選手権大会優勝5回を数えた。四日市中央工業高等学校教諭だった2008年には、平成19年度文部科学大臣優秀教員、表彰を受けた。その後、名古屋産業大学准教授を経て、教授となった。ありがとうございます。